はい、このゲームはですね、この真ん中にいる王様ですね、この王様を主人公とした、他人数を引き連れて、敵と戦うゲームになっています。で、ここが今ちょうど、王様の国の城下町になってますね。こんな感じで、町民とかですね、国民が、いるんですけれども、こう話しかけるとちゃんと答えを返してくれたりですね。この国民は全員、AI を持ってまして、24時間この町で生活しております。実際にこの町は実際にこう存在して、みんなそれぞれの生活をずっと送り続けてるんですか？はい、はい。で、このまま、ぼーっとしててもですね、夕方になったりとかですね、夜になったりとかですね、24時間、時間も移り変わる姿が見れますので、これ眺めてるだけでも結構面白いゲームになってます。朝になるとうさぎ飛びとかしてたりしてますね。今日はちょっとこの町の西側をちょっと冒険させていただきたいと思います。はい。こうついてきてるのは王様を慕ってついてきてる、そうですね、はい、そうですね。じゃあちょっ と、スカウトっていうのを見せさせていただきましょうか。こういう国民うろうろしてる人がいますとですね、これをタッチするとですね、声をかけて仲間にすることができます。これ後ろの方に国民がついてくるようになりました。ちょっと見づらいかもしれません。少しずつじゃあそうやって一人ずつ仲間に増やしていって、はい、そうですね。最初の頃は少ない人数しか連れていけませんけれども、最終的には、大体31人まで連れていけるようになっています。はい。でこういう障害物とかをですね、こう国民をいっぱい突撃させて、こうやって排除していくわけですね。でもちろんアクションゲームですので、王様自らこう剣を振って戦うことになってます。よいしょ、はい、敵がいましたね。こう敵に、いやいやいや、指示して国民に指示して突っ込ませていくこともできるし、はい、そうですね、自分で戦うこともできるし、でタッチを使うとより戦いやすくなる。そうですね、はい、たくさんの国民たちに指示するのタッチ使えば分かりやすいですね。こういう、こう大きなところです、こういうの一人だと結構時間がかかるんですけれども、国民全員総がかりでやると敵が出てきちゃいましたね。こんな感じで戦わせると。でこれ×ボタンを押すことで、突撃させた国民が引き戻すことができます。ユイカポケットって言ってました。こうやって敵を倒したり物を壊したりするといろいろなアイテムが手に入ります。でこのアイテムを集めていくことで新しい武器を作ったりですね、冒険に役立つアイテムになったりとかですね、いろいろありますので、こういうのを、壊して進んでいくだけでもかなり楽しいゲームになっています。世界観が広がっていくっていう。そうですね、敵を倒して物を壊して先にどんどん進んでいくと。で進んだところで、土地を広げていくことによってですね、町を広げることができるようになります。それが領地が広がっていく感覚なんですね。はい、そうですね。で領地が広がりますといろいろな職種がまたさらに増えていって、ここにはいないような職種の人が増えていって、でさらに行けるところが増えていくといったゲームになってますね。でこういう雪が出てるところですとこう、ちょっと忘れしました。湯気が出てるところにこう農民の人を連れていくと温泉を掘り当ててくれるんですけどね。こんな感じで温泉ができましたね。この中に突撃させるとこうヒットポイントが回復するんですけど、こんな感じで、結構ほのぼのとしたところと冒険と、
あのアクションが程よい感じでミックスされたゲームになってます。で、まあ、ちょっと見てほしいのがこのグラフィックの美しさですね。あの PS ビータのためにですね、はい、あのレンダリングエンジンを、まあ、もちろん新規で書き起こして、で、なかなかないようなあの空気感というのを演出できたレンダリングエンジンですね。かなり綺麗な画面だと思います。はい、はい、じゃあ、大工さん引き連れて今度は町外れのところに、冒険に行きましょうか。新しい職種大工さんを使うとですね、こうやって階段を設けてですね、これはいいですねこうやってこの隊列を変更したりとかして、ね、こうやって狭いところをスイスイ行ったりとかですね、こうやって冒険を進めていくわけです。こう難儀な地形のところでもこういうふうにね、はい、うまく階段作ったり、そうですね、隊列を整えたりしながら進んでいくと、はい、もう結構可愛いですよね、この、よいしょ。じゃあ、もうちょっと行ってみましょうか。いろんな敵がいましてですね、未確認モンスターというふうにテロップが出てきました、ね、初めて見るのモンスターとかはこんな感じで、お知らせしてくれます、これもはしごを、かけないといけないんですけど、整列し直すと職種ごとに並んでくれますので、これで指でポンポンポンと、ああ、できました、ね、はい、ちょっとまずかった、こんな感じでどんどん、工作系の人間とかですね、あと農民とかですね、いろんな職種を連れてって冒険する場所を広げていくといったゲームになってます。こんな感じですね。こういったところにこうお宝のある壺があってみたいですね、こういうところに突っ込ませて、あ、中にこう引っ掛けてモンスターが出たりとかするんですけど、モンスターも倒して、はい、よいしょ、あ、こちら行き止まりですね。ここで、まあ、私おすすめのというか、もう鬼っていうんですけど、この可愛いやつがですね、これがこのゲームを象徴する特徴的なモンスターなんですけど、いろんなところに出てきてですね、鳴き声が可愛いキャラクターですね、鬼って鳴いてくれるキャラクターです。今たくさんの人がレベルアップしましたけれども、戦えば戦うほど国民は成長していきます。ですので、若干、アクションとか苦手だなという人でもですね、根気よく遊んでいくと必ずクリアできるようになります。31人まで、ね、はい、増やして、それでこうやってどんどんこう先に進んでいくにつれ、だんだんね、その31人が精鋭部隊になっていくと、はい、そうですね、はい、はい、そういうゲームになってますね。国民自体は200人ほどまで増えていきます。その中から3人ぐらい連れていけるわけですね、はいはい、で国民全員を、鍛えるっていうのも、なかなか面白いやり込みになってます。あ、なるほど、何度も何度もいろんな人連れてって200人全員をレベルアップする、ぜひ、ね、やっていただきそうですね、はい、この感じで農家の人は畑仕事してたりします。王様の目で見るとね、よくやってるなみたいな、そんな感じです、はい、はい、仲良くなってきますと、国民の方から声をかけてきてくれたりとかしますんで、ぜひ、チェックしていただけると
いいかなと思います。はい。